はい、おはようございます。ます今日は3日目です。うるさいな、このクーラー。誰だ。今日は3日目の能登半島です。今日はこれから朝ごはんの牡蠣を食べに行っていきたいと思います。能登メロディーラインっていうのがあるらしくて、そこ通るとなんかあの曲が流れる道路があるらしい。千葉にもあるよ。そう、千葉にもあります。だから新鮮さはゼロ。じゃあこれで撮れば聞こえるかな、ね、というわけで、いつも俺ドア閉めてないからまだちょっと待って、バカジャッキーちゃうだよ。バカバカだからバックもダメ。そういうのは良くないよ。私有地だから早く飲もう。はい、というわけでね、今私たちはここにいるわけですけども、あそこの道を曲がったらこう能登島が見えるんじゃないかと。でこの橋を渡るわけですね。はい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 、いいですね。能登島に行く。なんかここにうんこあるぞ。うんこいいよ、うんこいいよ。本当だ。お前マジで全然じゃねえかよ。びっくりした。どこがだよ。個人的にはびっくりした。このまんま行くんだよ。はい、ついに能登半島にいい出そうな感じです。おじさんじゃん。メガネかけてるところ、メガネかけてる様、おじさんだったよ。もうやめろよマジでよ。メガネかけてる様。じゃあ俺コンタクトが壊れちゃって昨日。うつっとったよ。おじさんだなもうまだか。お、もういいんじゃない。これこれ来そうだよ。これ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 、ほらもう来てるよこれ。えんだーってなるかな。さあ、地元民の方はもう、だから何みたいな、粗品の顔で走ってるもんね。粗品の顔、粗品の顔全員スプーンに釣った。あ、ほら見て見て、ほら能登島大橋。ほんとだ。あー、なんかいい感じっぽかも。いい感じっぽかも。ちょっと待って、見えないちょっと待って見えないぶち上がり。これが能登半島、能登島でかいね。すげえ、富士山噴火してるじゃん。すごいすごいすごい、登り坂登り坂。え、ドレミのとこはどこなの。今日626代目の来庁舎。626代目の来庁舎、へえ、すごいね。でも地元民が628代いるから。あ、超えちゃった。観光っぽいな。何が。あ、ここ俺らが来たいって思ってた。60%潰れてないこれ。大丈夫。着きましたよ。今日の朝ごはんはカキーオーエイスター。だって9時からとかだったよ。フィジー。何が美味しいですか。何食べたいですか。魚、肉。東京から来たんですよ。あー、じゃあ魚の方がいい。そうですかね。なんかいろいろ食べたくて。うん、魚は結構新鮮なんだよ。あ、刺身とかもあるし。本当ですか。海鮮丼もあるし。牡蠣のフルコース。うん、ね、刺身、焼き魚、牡蠣飯、焼き牡蠣が5個。はいはい、で焼き魚なかったら焼き牡蠣8個と小鉢好きなのビッグと牡蠣鍋と牡蠣フライ。なるほどね。うまそう。食を頼んで、うん、この俺もそうしたい。どうしよう。俺はサービス定食とかやす。寒いね。ごめんなさい。いえいえ、全然大丈夫ですよ。あ、もうこいつマジで暑がりなんで。嘘。デブ。全然大丈夫ですよ。この昨日の寒さでクーラーつけてましたからね。最悪ですよね。今年初クーラー。嘘つくな。今年初クーラー。嘘つくな。今年初クーラー早いわ。早すぎ。よかった。ありがとうございます。すごいよ。あそこに料理がめっちゃ並んでて、なんだろうね。あの料理たちはさ。小鉢を。鳥かまと。はい。はい。はい。あと焼き牡蠣を。焼き牡蠣2個ぐらい食べるじゃん。いやいや、2つですよ、とりあえず。そんな食えねえだろ。食える。どうよ。10個ずつ。いやいや、5。焼き牡蠣10個も食べれますか。食べますよね。全然、そうよ。全然食べるよ。この間大きくないし。そうだよ。そんな、20食おうとしてよ、僕は本当。怒られてる。いやいや、10個。ここまで、こんなとこまで来て。2人で。もしまで食べたかったら10個。ああ、じゃあ10個にしましょう。はい。時間あるし。ホタテは？ホタテ。出てないんで。え、こ、こ。あ、もちろん。え、これ関係ないですよね。これも関係あるんですけど。関係ある？今ちょっと。はい。これすごいな。みんなで一生懸命作って。あ、これこの3つを取っていいんだ。1、2、3。でもいいんですけど。はい。あのお茶これもそうです。ええ、これも？ここまだ出てきますので、ちょっと時間かかるから、しばらくお待ちください。はい、ありがとうございます。優しい人たちだな。わ、すごい、フルーツだ。この
3つ選んでいいの？どうしようどうしよう。まずはね、このイカとこの大根のやつが大好きなんだよね、俺ってこれだな、これだ。これと、これ関係あるって言ったよね。これ今から小皿に、わ、すごい、この歴史を感じる。ハバコック、それは新しかったじゃないかな。これもだ、すげえ昔の自衛隊の、コンカサバ。見て、トム君、コンカサバ、ボ焼くと、なんだこれ。外にはね、あのお堀みたいな、こう、あ、ちゃんと火がついてるのね。あー、すごいちゃんとしてる。犬小屋、昔飼ってたな、あの犬の。あ、はい。コップ、これも自分たちで飲むってことかな。ティッシュ、これも自分たちで取るってことかな。うわ、これ俺が作ったみたいなやつある。これ超食べたいんだよね。これとね、うん、これかな。なんか、食べたいのあげて言って。はい、ありました。はい、すごい忙しいな、ね、そうそうそう、違うか、楽しそう。すいません、よろしいでしょうか。これと、これをレバ、はい、はい、あとスパゲティだね、はい、はい、スパゲティじゃないよ、パスタ。あ、パスタ、あ若い若い今だね、孫に言われてる。あ、そうなんですねパスタ、ばあちゃんがパスタください、ちょっと兄は私参ったわ。カラパウダーはいいらしいよ、ものすごく。へぇー、カラパウダー、あ、今、はい、来ました、カキ覗いてるような、だから俺らのことを。ほら、でかいぞ、これは。まだ動いてたりして、これ本当に朝、取ってきてるっぽいですね。素晴らしいですね。あるかないかも、その時決まるみたい。私身も来てます。で、この小鉢をね、1個追加したらね、50円で食べるらしいので、すごいお得で、これも食べ放題、最高だね。いや、もうちょっと楽しみたいと思います。焼き魚が今から来ます。はい、というわけでいただきましょう。牡蠣いっとく。はい、これこぼれるね、うまそう。プリプリ。これはの、あ、これ黒鯛ですか。黒鯛です。こっちカマーです。はい、はい、ありがとうございます。はいはいはい、はい、お、いや、来た。これでいくらだっけ。1300円だっけ。安っ。すか、どうぞ。こんにちは。あー、うまそう。これポン酢だね、これは。あ、やべ、かけちゃった。ミッツです。うわ、うまそう。ちょっといただきます。すっげー身がでかい。うん、ありがとうございます。楽しみます。はい、たくさん食べて今店出ました。こいつまたなんか食おうとしてるのに。アイス、まだ食えたでしょ。本当は食えたよ。食えましたよ。あ、食えましたさ。食えたと思う。食えたと思うさ。うるせえな。それで食べた後はこれからどこに行くんですかと。能登半島を回って、何やってんの、トゲかけてたの。違う、よく食べるよね。君が変わった。はあ、ほんと美味しかったな。全部なんかあの地元のちょっとこうお母さんたちでやってるお店というかね、とんでもないあの仕込みがあったんで、多分めっちゃこれから人がこう来るんでしょう。そりゃそうだよね。外からね、見てパッと見ね、こう分かんないですよね。あのランプが目印ですね。ぜひ能登半島に来た際はこちらの浜ガキ、浜焼き、焼きガキ、お店の前が水ですね。お食事ところに、お食事ところ水さんというところにぜひ来てお腹いっぱい食べてください。僕たちは、全部でいくらだ、まあ1人2000円ぐらいかな。そうだね、はい、めっちゃ食ってね。本当はパンパン。じゃあ次のステージに行きたいと思います。ステージ能登、能登完全なる能登半島。今年も出て、うん、今年も出んの。今から今年も出てまた能登半島に戻る。よし、よくわかんないけど、ウィー。
とこってわけじゃないんですけど、能登島を一周してこんな町に来てみました。のどかだね。のどかですね。ね、のどかですね。のどだけにうまい。それだから欲しいから、それ今度見るか。あ、北陸能登観光物産展で。何？北陸能登観光物産展だって。北陸能登観光物産展、本当だ。レストランもあるって。うん。北陸能登観光物産展。どんなとこなんだろう。いろいろあるんじゃない？うん。焼き牡蠣とかさ。おお、いいねいいねいいね。楽しみだ。こんな感じだ。あれ？ハイパークローズド。ハイパー鬼クローズ。いやいや。鬼クローズドだし、これ。君はイリュージョン、天使のような微笑み。よく考えたらこれ。君を思い出せば、だって胸が来るので、全くこれやってないじゃん。歌ってるだけだよ。じゃあアップしてよ。よ。おーなー。なんかやだな、なんかやだな。それ使わないでしょ。ねえねえ。マイシュークリーム。君はシュープリーム、月面の船。